夏休み恒例の24時間テレビの季節がやってきました。今年で9回目を迎え、より一層チャリティーの輪が広がっています。いつもあの変装っていうかね、素顔で行くと間違われてね、暴走族とあの邪険に扱われましたけども、今年はあのそういう人たちが来たらね、私が指揮を取って導いてあげたいと思って参加させていただくことになりました。私たち本当こういう形でしかお手伝いできないし、まあ本当にでも それでもね、あのやっぱ私たちの仕事としてはこういうふうに画面を通してこう皆さんに夢を与えるっていう仕事ですし、まあ、こんな形ででも少しでもお役に立てればいいなと思ってます。アグネスが提唱してまた新しい企画が生まれたそうですね。今回はアーティストとか、まあ女優さんとかね、あの司会の方とか、あるいは、歌手の人たちとか、みんながこう何人かわーっと集まって、一応名前つけて JA Japan Artist for Love だから、 JA Love っていうのをグループを作ってこうあの24時間に参加しようというのことなんですけど、だからみんなね、あの来てたくさん来てくれるといいなと。